はい、こんにちは、テニスピークの林です。本日はですね、ゲスト来ていただきました、秋田志保プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田プロは日本ランキング最高8位ですね。で、世界ランクが、221位、まあ、日本のトップ、レベルだと思うんですけど、まあ、今日はいろいろ考えてることとか教えてもらえたらなというふうに思います。自己紹介お願いします。プロテニスプレーヤーの秋田志保です。橋本創業ホールディングス所属で応援していただいています。よろしくお願いします。お願いします。2017年の全日本選手権でシングルスで準優勝ですね。はい、シングルス準優勝ですね。すごいですね。いや、すごいと思います。恐ろしいと思いますけど、今年の日本リーグで、優勝で MVP そうですっていうことですよね。はい、すごいですね。まさかのすごいと思いますけど、あのチームのみんながあの応援してくれて、あの会社の皆さんが応援してくださってつないでいただきました。すごいと思います。日本リーグで MVP っていうのは、まあ、ものすごいですよね。はい、まあ今日はですね、まあ、これ動画何回かに分けて、お送りしたいと思うんですが、まあ、基礎的なこととか、その辺を中心にいろいろ聞かせていただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はあの8月の11日ですかね。そうですの1時半です。で、ハードコートめちゃくちゃ暑いです。すいません。ありがとうございます。ちょっと時間がなくてすいません。この時間しか滝汗です。すでにミニラリーしかしてないけど汗かいてすいません。めっちゃ出てきます。お願いします。お願いします。
はい、それでは本日ですね、秋田プロにフォアハンドをちょっと教えていただきたいと思います。なんかフォアハンドで意識していることとかありますか？私が一番フォアを打つときに大事にしているのは、打つところを一番高い位置で打つように常に心がけていて、こう落としてしまうとやはり試合中に相手に時間を与えてしまいますし、かといってライジング気味で打ってしまうと安定差に欠けるので、ちょうど止まり位置があるので、そこが一番高い位置になるので、そこで打つように練習では常に心がけて、こう体がしっかりその場所で常に打てるように意識して打ってます。なるほどなんか常にこうベストショットって難しいと思うんですけど、はい、なんか今日ちょっと感覚おかしいなとか、なんかちょっと当たった感じ違うなみたいな、そういう日もあると思うんですけど、まあ試合出てるとそういう時もちょっとこう対応しなきゃいけないと思うんですけど、なんかそういう時ってどんな対応策とかしてますか？もうそういう時って1試合中その感覚で終わってしまうこともあるんですけど、大切なのはそこで焦らないで一回相手とラリーをするのを試みる、私は結構やるようにしていて、浅いと攻められてしまうので、深いボールを真ん中に打つように意識して、でテンポを作ってラリーするようにして、で、まあ、難しいかもしれないんですけど、相手とこうテンポを合わせてラリーすることで自分のテンポも合ってくるので、そしたら調子が戻ってきやすい状況には自分で作りやすいので、それを試合中意識するようにします。なんかフォアの技術的なところで気にしていることをおっしゃる。私の場合はとにかく打ちすぎてしまうことが多くて、で手打ちになってしまうことがすごく多いので、はい、っていうことは結構ボールに入れてないことが多いので、上半身の振りを意識するというよりかは、しっかり常に足を動かしてボールのいい位置に入る、ボールのいい位置に入るっていう、こう技術的な面とはまた違うかもしれないんですけど、それをするとちょっと自分の場合は上半身もついてくるっていう感じなので、それを意識しています。わかりました。ありがとうございます。今日は秋田プロに、まあ、フォアハンドの、基本的な打ち方のところを教えていただきました。まあ、参考になる部分非常に多いと思いますし、今やっていただいたデモをこう流れていると思うので、まあ、それを見ていただいてですね、イメージトレーニングにしていただけるといいかなというふうに思います。それでは本日はここまで。ありがとうございます。ありがとうございました。